はい、どうも、こんにちは、こんばんは。スキンを持ってる人は高評価、どうも、ズルフィーです。ということで、今回はなんですけど、今回はですね、まあ、フォートナイトにはね、まあ、様々なスキンがありまして、その中でもね、まあ、コンセプトが作られてね、これワンチャン追加されるんじゃないとか言われるぐらいまで話題になったスキンだったり、エピックがね、まあ、フォートナイトのファイルに追加されてるんだけど、実際に販売とかだったり、配布してないよっていうスキンとかが、まあ、いろいろあったりするんですよ。で、僕は今までそういうスキンをね、いっぱい紹介してきたので、ちょっと今回はね、その動画をまとめてね、まあ、幻のね、スキンをこの動画にね、もうすべてまとめてしまおうということで、今回はね、この動画で、もう何個ぐらい、もうマジで50個ぐらいあるんじゃない、わかんないけど。まあ、それくらいね、ちょっと幻のフォートナイトのスキンをね、まあ、まとめ動画でご紹介していきたいなと思います。まあ、一回見たことある人でもね、結構久しぶりに見る動画だと思うので、まあ、絶対ね、楽しめるんじゃないかなと思うので、この動画見てね、一個でも欲しいスキンがあったら高評価、教えてくれよな、ということで、動画、どうぞ。もうなんだこれ、ここ、なんか天使みたいなスキンだ。この鼻欲しいな。アヌビス、なんか、これさ、見たことある、これ、多分これ見たことある人いるんじゃない、これ、めっちゃいいじゃん、今のやつ。なにこれ、これめっちゃかっこいいじゃん、なにこれ。なんか、稲妻イレブンのガゼルとバーンみたいな感じでめっちゃかっこいい。すげえ。え？これ、このスキン追加してくんないかな？採用してもらって。はい、どうも、こんにちは、こんばんは。苗字と名前がある人は高評価、どうも、ゼルフィーです。ということで、今回はなんですけど、ちょっと待って。最初のがちょっともう適当すぎて、ちょっともう笑いが止まらない。ということで、今回はなんですけど、皆さんね、レアスキン持ってますか？まあ、レアスキンっていうと、ま、いろいろあってね、まあ、しかも最近だと結構そのレアスキンが再販されちゃってきてね、もうレアスキンもだんだん少なくなってきちゃってるんですけど、まあ、ただね、このフォートナイトにはね、レアスキンにすらならなかったね、もう幻のスキンがあるんですよ。まあ、幻のスキンっていうと何かっていうと、まあ、コンセプトとして作られてね、すごい話題になったスキンとか、まあ、ゲームファイルに追加されたのになぜか全然販売がされないスキンとか、まあ、そんな感じにね、もう販売すらされない、もう幻のスキンがあるんですよ。なので今回はね、ちょっとその幻のスキンをいくつかね、もう探して集めたので、ちょっと今回はね、幻のスキンのね、ちょっと一部を紹介していきたいなと思います。ということで、やっていきましょう。さあ、ということでね、早速やっていきたいと思います。ということで、まずはこちら。はい、こちら、ケンタッキーのスキンですね。もうこれはね、結構昔から、もうほんと2年前くらい。もうこれはほんと初期の初期からあったやつなんですけど、これね、僕初めて見たときね、もうふざけてんじゃないかなと思って。だって多分みんなも、僕なんか似てるのかと思ったでしょ？だって、こんなのふざけてるやん。まあほんとにまあ結局ね、まあコンセプトだったんで、まあ結局来なかったんですけど、もうほんとにまあそりゃそうだよなっていう感じですよね。だってこんなふざけたスキン来ないでしょ？まあ他にもね、まあケンタッキー関連でちょっともう一つあるんですけど、はい、こちら。これもやばいでしょ。あのね、ピッケルとか、だってもうまんまケンタッキーのチキンよ。チキンっていうかそのチキンとそのバゲットね。まあ、もうちょっといろいろと本当にすごいんですけど、まあ、結果的にはね、もうめちゃめちゃ話題にはなったけど、もうコンセプトだけで終わってしまったもう幻のスキンです。まあ、このコンセプトはね、ほんの初期の初期の僕はコンセプトだと思ってます。はい、ということで次はですね、まあ、スキンじゃなくて、まあ、スキンがついてくるパックですね。まあ、そのパックがこちら。はい。まあ、このね、グールパックですね。まあ、これもね、一時期なんかめっちゃ話題になったんですけど、まあ、シーズン90ぐらいで結構話題になったパックなんですけど、多分ね、このブラックナイトの盾がついてるのが結構ね、話題になった要因なんじゃないかなと僕は思います。だってさ、ブラックナイトの盾がついてきちゃうパックなんてさ、そりゃもう気になっちゃうじゃないですか。ねえ、まあ、そりゃ話題になりますよねっていう話で。まあ、結局ね、もうブラックナイトの盾なんかもうパックで来るわけがないということで、もうこのパックもね、結局来ないで、もう本当に幻のパックとなりました。もう本当にね、もう普通に考えれば、分かることです。次はこちらですね。これはね、イットのコラボのやつですね。もうこれもなんか本当にもう一時期めちゃめちゃ話題になってて。もうなんだっけ、プレゼントパックとかどっかにもさ、なんか風船あったじゃん。で、なんかその風船とかも追加されたりしてて、もうめちゃめちゃ期待されてたんですけど、まあこれも来なかったと。まあ、僕はね、これ結構来ると思ってたんですけどね。だって結構さ、実際にプレイしてるのもなんか想像できたりして、まあ、風船とかもね、なんかバックアクセサリーとかなんかピッケルとかにしてなんか使いやすいんじゃないかなと思ったんで、まあ他にもなんかいろいろね、使いやすいってあるんじゃないかなと思ったんで、これは確実なんじゃないかなと思ってたんですけど、まあ、来なかったと。だってプレゼントパックにだって風船あったんだよね。なんか余計な匂わせしてこないんだよね。何その匂わせ。ほんとなんか芸能人のカップルじゃないんだからね。もう本当になんだろう、もうなんかツンデレなのかな、運営さんはね。まあ、でもワンチャンさ、最近映画のコラボとかしてるからさ、ワンチャンいつか来る可能性もあるんじゃないかな。まあ、もし来たらこれは幻じゃなくなるんですけど、まあ、今現状はね、これ幻なんで、はい。はい、次はね、こちら、ピーリープールですね。まあ、このスキンもね、結構話題になりましたよね、もう本当に。なんかいろんなスキンがデッドプール化してさ、例えばピンクマとかレイブンとか、もう本当にデッドプール化したんですけど、まあ、それで来るかなと思った
ったんですけど、まあ、このピープバラ来ずに終わった。もう本当にね、もう幻のねスキンでございます。てかさ、もうこれとかさ、まあ、あの今紹介してるやつ、まあ、大体そうなんだけど、あのもうコンセプト上手すぎない？本当に。だって僕このピーリープールのやつに関してはもう僕ガチで来ると思ってて、もうガチで僕騙されましたからね。本当にもう本当に来ると思っちゃってたんで、もうマジでこのピーリープールはね、あの本当に来てほしいなと僕めっちゃ思ってたんですよ。だってピーリーとかってなんかもうさ、ネタスキンだからいろいろいじりがいあるしさ、何なんかピーリーのスキンっていろんな種類あるやん。だから本当に僕ピーリーのスキンはなんかいろんな種類が増えてほしくてね、その一つでなんかヒーローとコラボしてほしかったんですよ、ピーリーが。だからなんかデッドプールじゃなくてもいいからさ、なんかいつかなんかピーリーかけるなんかのヒーローでなんかスキンをね、まあ、作ってほしいなとか思ってるんですけど、まあ、結局ねこのピーリープールはもう追加されなくて、もう幻のスキンとなりました。さあ、ということで、僕がね、集めたラストはこちら、ギャラクタスですね。ギャラクタススキンはですね、もうシーズン4の終わりに結構話題になったスキンなんですけど、もうこれさ、とりあえずかっこよすぎ？だって、普通にかっこいいんで、僕普通に欲しいんですけど、まぁ、ちょっと本当に来なかったんで、幻になったと。なんかゲームファイルになんか追加されたみたいなのは聞いたんですけど、なんかスキンとしては、何、ヘンチマンみたいに追加されてはないので、まあ、このスキンが来ることは、まあ、ないんですけど、もったいないよね、これね。まあ、やっぱりマーベルのやつなんで、権利とかのね、もう問題で、まあ、無理なのは分かるっちゃ分かるんだけど、もうアイアンマンとかさ、追加するなら、もう、どうせならなんかギャラクタスのスキンとかも追加してくれっていう感じなんですよね。だって、こんなん絶対売れると思うし、で、こんなんもう買わざるを得ないでしょ。だって、このスキン来たら絶対みんな買うと思う。まあ、なんですけどね、まあ結局来なかったんで、幻のスキンとなりました。さあ、ということでね、もうちょっと最後はね、僕が集めたのじゃなくて、このね、ゲームレビューさんって方が集めた、シーズン7からシーズン8のね、間になんか作られたコンセプトのね、ちょっとスキンをちょっと見ていきたいなと思います。すげえ、シュプリーム着てる、これ、ほら。シュプリーム着てる、ジャケット着てる、なんだこれ。なんかこのスキンなんかさ、似たようなのない？なんか探せばありそうじゃん。あ、なんだこれ。え、待って、これバーガーのやつって実際に追加されなかった？え、なにこれ。アイスブレーカーだって、すごい、これ欲しいんだけど。あ、忍者スキンじゃん。忍者スキン多分これね、チャプター2で追加されて、まあ、デザインは違うけど。なんだこのおじさん。なんだこのおじさんは。ちょっと待って。なんだこれ、なんか天使みたいなスキンだ。この鼻欲しいな。アヌビス、なんか、これさ、見たことある、これ多分これ見たことある人いるんじゃない？これ、めっちゃいいじゃん、今のやつ。なにこれ、これめっちゃかっこいいじゃん。なにこれ、なんか、稲妻イレブンのガゼルとバーンみたいな感じでめっちゃかっこいい。すげえ。これ、あれだ、クッキーハンの体使って、これ作ってるよね、これ。上だけアイスのやつで。これ、ファラオだって。え、これ、このスキン追加してくんないかな、採用してもらって。これも超かっこいいじゃん。ちょっと待って、コンセプトってすげえな。これもすげえ、これも好き、これも欲しい、絶対買うでしょみんな。これパイレーツオブカリビアみたいなやつじゃね、これ。なんか船の船長好きみたいな。なんだこれ、闘牛とその闘牛を操る人だよこれ。なんだこれ、これはネタ枠だな、これネタ枠だぞ。待って、なにこれ、ちょっと待って、これ超かっこよくない？これもかっこよ、これもかっこよすぎる。これ超、欲しすぎるこれ。ポセイドンだ、ポセイドン。なんかアクアマンみたいって言おうとしたら、ほんとポセイドンだったね。これはなんだ、このチキンはなんだ。クリスマスに追加されそうなやつ。なんかラップ今あるよね、こんなようなやつ。なんだこれ、隕石っていうか月か、月みたいな。なんだこれ、これ欲しいな、これ欲しいかもしれない、このスキン。なんだこれ、これかっこよ、なんかストームみたいな感じがする、ストームの黒板みたいな。何これ、これも欲しい。これ顔に仮面かぶってんのいいよな、顔に。なんだこれ、これもなんかさ、これはまだないか。でこれがちょっとデブったのなら悪くない？何これ、ネオンライトだって。これ欲しい。何この侍、これ欲しくね、これ欲しい。赤い侍いないよね今ね、マック。さあ、ということで、ね、皆さんどうだったでしょうか。まあ、こんな感じで本当にね、コンセプトがすごいんですよ。だってマジでやばくなかった？もうだってもう全部僕追加されてほしいもん、今こう紹介したやつとかもう全部ね。もう本当にそんな感じなんでね。もうコンセプトでも話題になってね、もうめちゃめちゃ話題になったらいつか追加されるかもしれないんで。まあ、実際にもね、もう日本の人でそのコンセプトが採用されて追加された人とかもいるんで、まあ、もしかしたらね、もう本当にスキン書いて、ツイッターとかに投稿して話題になったらね、もう追加されるかもしれないんでね。もうぜひ皆さんもコンセプトを投稿してみてください。ということで今回はね、こんな感じで動画を終わりにしたいと思います。皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。
皆さんはレアスキン何個持ってますか？フォートナイトはチャプター1からチャプター4にかけて様々なスキンを出してきました。その中で色々な理由があり、二度と再販されないスキンや全く再販されてないスキンがあります。今回はこの動画で激レアなスキンやもう二度と再販されないスキン、二度と入手できないスキンをね紹介していきたいと思います。この動画の中でね一個でも復活してほしいスキンがあればね、ぜひ高評価押しておいてください。そしてもしよければチャンネル登録もお願いします。ということで早速紹介していきたいと思います。ということでまず最初に紹介するのがザ・チャンピオンです。このスキンはチャプター2のシーズン6の FNCS 期間中に販売されました。そしてなんとこのスキンは5回しか販売されていません。このスキンがなぜレアかというと、チャプター2のシーズン6の FNCS 期間中しか購入できません。そしてなんとこのスキンは5日間しか販売されていませんでした。またこのスキンが FNCS スキンの最初のスキンになっているためレアスキンとなりました。他にも様々な FNCS スキンがあり、メジャーグローリー、ビクターエリート、FNCS 3対1チャンピオン、FNCS チャンピオンシーカー、4種類があるのですが、この中でも特にレアだと言われているのがビクターエリートです。このビクターエリートは427日間販売されていません。そしてこのスキンは発売当時あまり人気ではありませんでした。つまり買った人が少ないということです。そしてさっきも言ったように FNCS スキンは FNCS の期間中にしか発売されません。つまりこのスキンは二度と販売されないスキンになっています。二度と再販されることがなく、買った人が少ないこのスキン、 FNCS のスキンの中で一番レアと言ってもいいんじゃないでしょうか。続いて紹介するのがレネゲードレーダーとエアアサルトトルーパーです。このスキンは死ぬほど有名ですが、チャプター1のシーズン1でレベルを上げないと買うことができませんでした。チャプター1のシーズン1でフォートナイトをプレイしている人は少なく、特に日本などでは今のように普通に課金することができなく、海外のプレイステーションカードが必要だったり、チャプター1のシーズン1でレベルを上げないと購入できないという様々な条件が重なり、個人的にはこのスキンがフォートナイトで一番レアだと思ってます。皆さん最近のワンタイムイベントは覚えていますか？パラダイムの活躍により破壊された島を取り戻すことができました。ただこのパラダイムはもう一つの姿を持っています。それがこのパラダイムなのですが、このパラダイムは2019年の10月13日から再販されていません。だいたい1200日ぐらい現在は再販されていなく、このスキンは3回しか販売されていません。シーズン2の時にパラダイムの音声ログが流れるクエストがあり、その時にワンチャンこのスキンが帰ってくるのではと言われていたのですが、結局帰ってくることはなく、そして新しいスタイルになってシーズン4でパラダイムが登場しました。アイテムショップに販売されたセブンのスキンが再販されることはほとんどないので、おそらくこのパラダイムはもう二度と入手できないと思います。皆さんはワールドカップを覚えているでしょうか？ありえない規模で開催されたフォートナイト1大きかった大会です。この大会を記念して販売されたのがワールドウォーリアーとワールドカップフィッシュスティックです。このスキンたちはワールドカップ期間中に販売され、2019年の7月28日以降、つまりワールドカップの期間以降は一度も再販されていません。先ほど紹介した FNCS スキンと同様に、このスキンも二度とね販売されることはないと思います。皆さんここまでで持ってるスキンはありましたか？もしありよってきたら高評価教えてください。持ってなくても教えてね。バトルパススキンは期間が過ぎてしまえば二度と入手することができないので、全部レアスキンとなっていくのですが、この中で特にレアなのがブラックナイトではなくゴールデンピーリーです。もちろんブラックナイトもとてつもなくレアなのですが、ブラックナイトは最悪シーズン2の頃に課金していれば入手できました。ただこのゴールデンピーリーはシーズン期間中に350レベルまでいかないと全身金のスタイルは入手することができない仕様になっています。この350レベルまで行くというのはとてつもなく大変で、ブラックナイトより持ってる人が少ないのではないかと言われているので、今回一番レアにしました。チャプター1からチャプター4にかけてたくさんの値段の高いスキンが販売されてきました。例えばアイコニック、特定のギャラクシーのデバイスを買うことで入手することができ、エモートがとても人気になって煽る人もたくさん増えました。リフレックス、このスキンは特定のグラフィックボードを買うことで入手できるようになりました。ただこのリフレックスがなぜか一度アイテムショップで販売されてしまいました。それに批判が集まり、黒いリフレックスがグラボの購入者には配布されるようになりました。他にもスイッチを買うことで入手できたダブルヘリックスやワイルドキャットなどがありました。この中でも特にレアなスキンが2つあり、ロイヤルボンバーとギャラクシースキンです。ロイヤルボンバーは2018年7月に一番最初に発売された購入者特典スキンです。 PS4 とセットになっていました。この頃はフォートナイトのために PS4 を購入する人が少なく、現在ではこのコードを入手することができなく、期限も過ぎているため特にレアなスキンとなっています。そしてこのギャラクシースキンは2018年8月に入手できるようになり、ロイヤルボンバーと同様、この頃スキンのためにスマホを買う人はあまり多くなく、現在入手することができないためレアスキンになりました。
皆さんはこのライブイベントを覚えていますか？そう、トラビス・スコットのワンタイムイベントです。何度も見ることができ、とても楽しめたイベントなのですが、このワンタイムイベント期間中で販売されたのがトラビス・スコットスキン。このスキンなのですが、ワンタイムイベント期間後以降は一度も再販されていません。またトラビス・スコットと一緒に販売されたアストロジャックというスキンも同様に販売されていません。ちなみにワンタイムイベントがあったマシュメロとアリアナグランデは2022年に一度スキンが再販されています。トラビス・スコットは何度も再販されるぞと言われてきたのですが、全ての期待を裏切り今日まで一度も再販されていなく、最近最後の販売から1000日が経ちました。またトラビス・スコット関連の事件などがいろいろと重なり、再販の可能性は現状限りなく低いと思います。続いて紹介するのがチーフホッパーデモゴルゴンです。皆さんはこのゲートのことを知っているでしょうか？シーズン9の時に突如追加されたこのゲートですが、このゲートはストレンジャーシングスという作品に登場するゲートで、このスキンたちもストレンジャーシングスに登場したキャラクターです。このスキンたちはなんと4回ほどしかアイテムショップに登場していなく、2019年の11月6日以降一度も再販されていません。海外ではまたこのストレンジャーシングスコラボを期待しているファンがとても多く、このスキンたちが再販する可能性はこの動画の中で一番高いと思います。最後に紹介するのがスカルトルーパーとグールトルーパーです。このスキンは何度も再販されていますが、皆さんご存知の通り古参限定のスタイルがあります。グールトルーパーは緑の体がピンクになり、スカルトルーパーは白い部分が紫になります。このスタイルは今後絶対に再販されることはないので、死ぬほどレアなスタイルです。またこの2つのスキンはこのレアなスタイルの状態じゃなくてもとても人気なスキンなので、レア度はとてつもなく高いです。いやちょっとね、尺は余りそうなんで、まあ、僕が持ってるね一番ちょっとレアなスキン何かなっていうのをね、まあちょっと、まあ、最後に紹介しようと思うんですけど、僕なんだろう一番レアなやつ、待って、なんだろうマジで今回紹介したやつだと多分トラビス・スコットがいるんだよね。あれね、あれ、あ、いたいたいた、ほらトラビス・スコットのこのセット持ってるから、多分僕スキンだと多分トラビス・スコットが いっちゃんレアなんじゃない、ワンチャンだけど、多分いっちゃんトラビス・スコットが僕が持ってるレアスキンなんじゃないかな。まあね、皆さんも、持ってるね一番レアなスキン、ちょっとねもしよければコメント欄にね書いておいてください。皆さんどうですか、これパート見ていませんかね、レアなスキンね。ということで尺も稼げたんでエンディングどうぞ。ということで今回はね、激レアスキンとか、まあ、二度とね再販されないスキンをねいくつか紹介したのですが、どうだったでしょうか。この動画がね好評なら別のねエモート編だったりグライダー編だったりもねやろうと思うので、この動画がね面白かったらぜひね高評価を押してまたやってくださいとコメントをください。皆さんね、もしよければチャンネル登録して通知をねオンにしておいてください。ということで、もしかするとねここからもねレアスキンが生まれてくるかもしれないのでね、おそらくまた何年か後にこの動画を撮ると思います。ということで何年か後にお会いしましょう。グッバイ。どうもこんにちは、こんばんは。違和感に気づいた人は高評価、どうもゼルフィーです。ということで今回はなんですけど、皆さん見てください、もういろんなところを突っ込みたいですよね。まずはもう一番わかりやすいこれ、なんだこのスキンはと、なんでこのロボットのスキンを今使ってるんだと。で次ここね、この V-BUCKS どんくらいあるの。1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1億、10億 V-BUCKS なんであるのか、本当に皆さんいろいろ突っ込みたいと思うんですけど、ま、これはですねプロジェクトエラっていうやつで、まこれあのフォートナイトのね、まサーバーと繋がってないんで、ほらソロとか行こうとしても、ほらなんでしょう、ブロックナイトになったんだけど。まあ今見てもらった通りね、まあソロとかはいけないんですけど、なんとね、まあこのプロジェクトエラーを使うとですね、見てください、もう見て、ほら、もう全部のスキンと、もう全部のバックアクセサリーと、もう他にもね、ピッケルとかエモートとか、もう全部ね、ちょっと見ることができるということで、あのさっき見てもらったね、あのロボットみたいに、もう実際にはね、まだね、フォートナイトにちょっと追加されてない、ああいうわけわかんないスキンとかもちょっとたくさんあるので、今回はね、まだフォートナイト内に追加されてないスキンを見るのと、これね、今全スキンがある状態なので、ちょっとね、その全スキンとか、もう全エモートとか、もうそういうのをねいろいろ見ていきたいなと思います。ということでやっていきましょう。
ということで、早速ね、見ていきたいと思います。ということで、6回いきましょう。じゃあ、ということでね、もう、スキンが本当に大量にあるんですよ。見て、えぐいでしょ、この量ね。まあ、じゃあ、ということで、見ていきましょうか。まあ、とりあえず、ここら辺はね、僕結構持ってんだよ。僕でも持ってるから、どうしよう。どれから触れる？まあ、結構普通なの多いな。あ、待って、これ、グローじゃない？これ、グローね。いや、僕、これ、グロー欲しかったんだけどさ、ギリギリで、僕手に入れられなくて。で、待って、こんなスキンあったっけ？フォートナイトにこんなスキンあったっけ？ちょっと待って、これ初めて見た。待って、なんか、こういうさ、初めて見るスキンとかも結構あるかもしれない。いいね。あ、これあれじゃん。ローグスパイダーナイトって、これあれじゃない？Xbox 買わないとついてこないスキンね、これ。うわ、すげえ。マジでいろいろあんな。だって、マジで全部あるからね、これ多分。あ、待って、見て。なんかほら、よくわかんないマークのスキンあるけど、待って、これ何？うおー、びっくりした。なんか今、すごい音鳴ったよね。あ、これもならんかい。なんかすごいすごい。てか、待って、何このスキン？これあれじゃん。なんか最近さ、追加されたロケーションの、このホログラムのやつやん。これってワンチャンスキンとして来るんじゃないの？ここにあるってことは。チャプター2シーズン1で導入されてるこのスキン、ほら。これここに書いてあるってことはそうだよね。これシーズン1の時点であったんだよ。で、これは？あ、これあれじゃん。名前忘れたけど、この白いやつ。こいつだ、こいつ。これとこれって何が違うの？あ、違うわ。この口の部分が今若干近かった、ほら。ほらほら、なんか、これ違うんだね。で、今こんな感じで、こんなんあったっけ、スキン。こんなスキンあった？待って、ここら辺なんか、えぐいほどなんかいろいろある。これ何？おー、これあれじゃん。今いる、ほら、IO ガードみたいななんかやつ。これあれだよね、IO ガードじゃない？これ IO トルーパーって書いてあるけど、IO ガードでしょ。で、これが？何これ？これは何？これ初期スキンだよね、普通の。で、これは？お、ヘンチマンだ。ヘンチマンだ。すげえ。ってことは、こっちもヘンチマンじゃない？ってことは、こっちもヘンチマンじゃない？あ、白バージョンになった。すげえ。これマジで、これをさ、見て、ロビーで見れるんだよ。すごくないこれ。これロビーで見れるんだよ。この絵、おもろ。絶対ありえないからね、こんな。で、これは？これ一緒なんだ。これ一緒だな。一緒。あ、変わった、黒に。黒になった。黒。黒。ああ、そうだ、黒なんだ。で、これは？なにこれ？なにこれ？なにこれ？こんなんいたっけ？こんなん初めて見たんだけど。なにこれ？ヘンチマンの女バージョンってことじゃないね、これね。あ、ヘンチマンの女バージョンってこのスキンなんだ。初めて知った。これほら、ヘンチマンスパイだって。ヘンチマンスパイって書いてある。ヘンチマンスパイなんてあんの？これあれね。なんだっけ、シャドウマイデスか。シャドウマイデスもこれスキンとして来てほしいな。かっこよくない？シャドウマイデス。普通のマイデスもかっこいいけどさ、このシャドウマイデスも超かっこいいんだって。で、なにこれ？キャラクターパテットアーマーアークティック。なにそれ？はい。なにこれ？なにこれ？なにこれ？かっこよ、このスキン。欲しいんだけど、これ。これ、かっこよくない？これ。すげえ。で、これは？おー、これあれじゃん。シャークにいたヘンチマンだよね。あれ、シャークだっけ？確かシャークだよね。シャークにいたヘンチマンだ。これが？おー、これもあれじゃん。これどこだっけ？ティナがいたところにいたやつじゃなかったっけ？違うっけ？なんか違うよ。あ、違うな、違うな。ティナのいたやつは、なんかもっと青いやつだ。でも、これもなんかヘンチマンだよね。で、これが？あ、これあれじゃん。キッドのところにいたヘンチマンのスキン。で、これは？このスキンってまだ出てないよね。あれ出たっけ？で、これが、あ、これあれだ。これがあれだ。ティナのところにいたやつだ。で、これが、あ、ヘンチマンだ。またヘンチマンだ。でも、ここら辺ヘンチマン多いな。あ、これは、これってあれ？いなかったっけ？これってもうスキンで。あれ、このスキンって登場してなかったっけ？あれ、こんなボットいた？ちょっとわからんわ。で、これが、なにこのスキン？こんなんいたっけ？あれ？こんなスキンあったっけ？待って、これ、こんなん初めて見た、僕。あー、で、あ、アイコニックいる。アイコニックもいいな。あ、で、これ、猫くんスキン、エリートエージェント。あ、で、ギャラクシー。やっぱ、ギャラクシーも欲しいんだって。ギャラクシーかっこよくない？この、ほら、銀河みたいなこの服が。で、なにこれ？あー、これ、あれだね。これ、ボットもさっきいた。最初に僕が使ってた、これ、ロボットのボット。これさ、体見て。よーく見ると結構かっこいいんだよね、こいつ。画質設定とかも結構上げてるからさ、そのせいもあるんだけど、ほら、めっちゃ普通にかっこいいのよ。これ欲しくなったっしょ。これ見てたら欲しくなった人いると思うよ。で、これは？おー、これあれだ。ドクタードゥームの、なんかヘンチマン。これ何？おー、マローダだ！マローダだ！これ待って、顔、よーく見るとほら、やっぱ、これ人間なんだね、これ。で、これもマローダ。あー、マローダだ。こいつがボスなのかな？なんかほら、一人だけこれ金じゃん。多分これもマローダでしょ？ほら、あ、違うかった。デブだ。これが、あ、これがあれだ。多分こいつが、なんか来て、
こうなるんだ。あ、そういう、そうだ、そうだ、そういうことね。あ、これなんだ。あ、これロイヤルボンバー。これ欲しいな、僕。これさ、見て。意外とこれ高校で使ってみると結構さ、かっこいいんだよ。いや、ワンダーもこれ意外とかっこいいんだよな、ほら。色合いが良くない？この水色と紫の。で、この動画めっちゃ長くなりそう。もう楽しすぎる。もん多分この後もね、めちゃめちゃたくさん出てくるよ、いろんなもん。うわ、すごいな。こんなにスキンあるんだね。でもカットしてるから結構短くなってるけど、もう本当にノーカットで言ったら本当にやばいよ。え、待って、こんなスキンあったっけ？ブルーシャークなんてこんなスキンあった？え、僕このスキン初めて見た。待って、こんなんもあったっけ？え、このまま僕初めて見たんだけど。え、これみんな見たことある？これ。え、これ僕初めて見た。え、なんか急になんか見たことないスキンがめちゃめちゃ出てきた。え、こんなんもいたっけ？え、待って、マジで僕全然見たことないのばっか。あー、来ました。レイダー。レイダー来ました。レイダーもかっこいいな。なんかレイダーって確かスタイル変更あったよね。ほら。これね、これ初期バージョン。これ初期バージョンで、これ最新のレイダー。うわ、かっこよ。これ新しいこのスタイル結構かっこいいな。まあ、こういうの見るとやっぱ欲しくなってきちゃうな。で、これがロイヤルナイト。うわ、ロイヤルナイトもこれ僕ね、ギャラクシーと並ぶぐらい欲しいスキン。なんかスキン3つもらえるって言われたら僕はロイヤルナイトの男版と女版とギャラクシーのスキンもらう。さあ、レアゾーン抜けて、さあ、コモンゾーン来ましたね。なんかコモンでもなんかないのかな、なんか。え、何これ。え、こんなスキンいたっけ。え、これ初めて見た僕。え、こんなスキンあったっけ。あれ、もうこんなん初めて見た。できました、初期スキンゾーン。うわ、初期スキンってこんなにいるんだね。え、何これとこれの違い何。何この初期スキン。なんかめっちゃイケメンなんだけど。え、ってことはなんかこれいつとさ、これね、これ普通のじゃん。これなんか違うの。え、かっこよくなってる。なんかかっこよくなってる。え、これも、お、すげえ、ヒゲが剃られてるってことか。でもそうだな、ほら。ヒゲ剃ったらこうなるんだ。ってことは、これは？え、な、やばいやばいやばい。ジョンジー？ちょっと？ジョンジーが、え、金髪から黒髪になってるんだけど、ちょ、イケメンになってるよ。ブラックナイト、あ、ブラックナイトもいた。あ、しっかりいると。しっかりブラックナイトもいましたね。じゃあ次はね、ちょっとバックアクセサリー見よう。でもバックアクセサリーは言うてないんじゃない？え、見て、なんかバックアクセサリーとかもなんか、よくよく見るとさ、あんま見たことないの結構あるよ。待って、これかっこよ。え、こんなんあったの？あ、これでも見たことあんな。いや、なんかバックアクセサリーも本当に改めて見るとすごいな。あ、待って、来た。さあ、この、謎のアイコンゾーン来ました。いきますよ。じゃあまずこの左のやつ。ポチッ。え？あ、これあれだ！ドクター・ドゥームのマントだ！あ、ドクター・ドゥームのマントつけれちゃう！あ、これ欲しくない？これほら。なんかちょっと浮いちゃってるけど。これ欲しいな、僕。全スキンにつけれる、このさ、マント。で、これは？あ、なんもない。あ、これはなんもないんだ。あ、来た。僕、これ好きなんだよ。僕、ブラックナイトとか、そういう縦系のね、バックアクセサリー一番好き、これが。お、てか待って、これあったっけ？これって、え、これって今、え、なんか中国限定とかじゃなかったっけ？この盾って。あれ、気のせいだっけ？シーズン5で導入ってことは多分、あれだよね。なんか中国限定とかのやつだよね。あ、それも見れちゃう。すごいな。うわー、めっちゃあんな、バックアクセサリーも。え、すげえ。まあちょっとバックアクセサリー、こんな感じですね。じゃあ次、ピッケル行きましょう。ピッケルはまあまあか。変なやつはないか。あ、このギャラクシーのやつ僕好きなんよ。あ、チャンピオンアックスある。チャンピオンアックスあるよ。フォートナイトチャンピオンシリーズセットの一部、現在は FNCS チャンピオン限定です。すげえ。え、これ輝いてるよ、ちょっと。え、すご。いや、僕はこれ多分絶対ゲットできないやつだね。あー、で見て、このレイダーのレイダーリベンジだっけ、レイダーズリベンジか。すげえ。あ、あった、変なやつ、いくよ。え、なにこれ。あ、これあれじゃん、今のあいつ、なんだっけ、名前忘れた。これこれこれ、マンダロリアンがさ、持ってるやつじゃない、これ。ほら、マンダロリアンが多分持ってるってこと。え、これツルハシだったの、マンダロリアン持ってるあれって実はツルハシだったの。え、なに、あいつツルハシで攻撃してきてたの、あの銃撃ったり。すごいな。いや、楽しいな、これ見てて。本当にマジでいろんなもんあるからね。ほら、もう見てて飽きない。こんだけ持ってたら多分毎日フォートナイトやっても飽きないでしょ、スキンだけで。でもこれとか全部買ってたらでもやばいよね、お金。あ、まあ、見つけた。またあったよ。さあ、何なのかこれは。ポチッ。え、なんもない。え、なにこれ、なにこれ、え、え、なんかすごいの出てきた。え、なんか、え、謎の物体が急に出てきた。なんだこれ。え、怖っ。え、なんだこのピッケル。じゃあ次ね、ちょっとグライダー見ましょう。ちょっと、グライダーもうこの時点ですごいけどね。だってこんなんないでしょ、今。この金のグライダー。この金のグライダーなんか、前々から追加される、追加されるって言われてるけど、いつ追加されるんだろうね。うわー、すごいよ。いろいろあるよ。ほら、見て。めちゃめちゃあるよ。うわ、僕これ欲しい。このグライダーが欲しい。これ超かっこいいよ。うわー、いろいろあんだ。こんなんあったの。こんなグライダーありましたっけ？あったんだ、こんなんね。すごいよ。マジですごいと思う。本当に。あ、待って、見て。あった。この謎のグライダー。いきます。ポチッ。あ、バットマングライダーか。これ、あれな、これアイテムショップとかでなかったっけ？気のせいか。え、てか待って、こんなつる、え、こんなグライダーあったの？え、こんなグライダーあったの？初めて知った。やっぱグライダーとかも結構見たことないの多いな。あ、僕これ好き。これもかっこいい、ほら。え、待って、なにこのテストってやつ。え、なにこれ？なんかある。なんかスキン混じってる。
意味がわかりません。さあ、じゃあちょっとエモート見ていこうか。ワンチャンまださ、未発売のエモートとかあるんじゃないの？そういうのあんまない？あんまなさそうだな。え、待って、これキット？あ、すげえ、キットのエモートがここに追加されてる。お、すげえ、これがここにある。これがここにあるよ。うわー、すげえ、エモートもめちゃめちゃあんな。え、なにこれ？あ、これあれか、あれシーズン5に追加されたやつか。これかっこいいよな、これ変身する瞬間。やばい、エモートも大量にあるな。シナリオないのかな？シナリオ。これ調べたら出てくるよね。シナリオ。あった！うわ、シナリオだ！すげえ！か、いいな、シナリオも。シナリオもな、言うていいんだよな。待って、なんか未発売のエモートとかないのかな？なんか、ありそうだけど、ありそうでない感じか。ありそうで、あったー！あったー！変なやつ！なんだこれ？いくよ？え、なにこれ？え？え、なにこれ？なにこれ？え？なんだこれは？初めて、え？なにこれ？こんなんなんか見たことないような気がするけど、なんかあるような気もするけど、こうなってるってことはないのか。え、こんなんあったっけ？こんなうなずくみたいなの。で、これは？え、なにこれ？え、この、あ、これワンチャンさ、NPC の動きとかをさ、このエモートに追加してるんじゃないの多分。え、そうじゃない？これ。NPC のさ、動きじゃない？これ。てか待って、なんかほら、ロボのマークのやつある。なにこれ？え？何これ何これ？さあ、ということで動画ね、どうだったでしょうか。まあ、いろんなね、まあ、見たことがないスキンいたと思うんで、高評価、お、一人でね、そしてね、まあ、こういう動画面白いなと思ったらね、またね、まあ、やろうと思うので、ぜひね、皆さんチャンネル登録して、通常ね、オンにして、おいてください。そしてコメントもしてくれよな、ということで、今回はこんな感じで終わります。では、バイバイ。